第七報酬優、第七報酬優、第七報酬、1951年5月11日から1974年1月は、日本の競争馬、シュボバ。玉さんの名で1953年に、国営競馬、1954年より、日本中央競馬界でデビュー。一節に 380kg 台という小柄な、馬体ながら、初戦より連勝を重ね、 1954年より第七法子優と改名された後、札幌賞を制覇。同競争までの11連勝は中央競馬における最多連勝対記録である。後連勝を止めたが、同年秋には菊花賞にも優勝し、同年の最良四歳母場に選出された。1955年には天皇賞、秋を制し、最良五歳以上母場となる。 それから一年の休養を経て、1956年末に新設された中山グランプリを最後に引退した。通算29戦23勝。褐色の弾丸列車の異名を取った。1957年より種母バとなったが3区に、中央競馬の重賞勝利馬はなく、その役目を終えてからは、馬術競技馬としても刺激された。1951年。 北海道阿武田郡とヨウ浦町の飯原農場に生まれる。牧場での養名は玉さん。1948年の天皇賞、春に優勝したシーバーを父に持ち、同父の同期生産場には後に、ライバルと目されるようにいる高尾がいた。牧場主、飯原製作は生産場に対し極めて厳しい、鍛錬を課したことで知られ、玉さん、高尾ともにこの方針の下育てられた。 生じた両馬はいずれも、体高5尺1寸、約154センチメートル、体重は、平均415キログラム前後、一節に、玉さんは380キログラム台という、当時としても小柄な体格に育った。後九州で炭鉱を経営する、上田誠二郎の所有馬となり、京都競馬場、上田武志休者に入る。郎は、最初の所有馬が活躍して、以来、 期待馬に対しては、第二法師優、第三法師優と番号を割り振った命名をすることを常としていたが、玉さんにそうした名付けは行われず、要名がそのまま競争名となった。小柄な体格から当初は差したる期待を受けていなかったのだとされる。1953年8月の小倉開催でデビュー。飯原農場の出身である石崎治を安城に、初戦こそ二着と、 首差の新象だったものの、以後11月に、京都で出走を終えるまでレコード勝ち一回を含む、無傷の八連勝をおろく。内容はいずれもスタートで先頭に立ってからの、逃げ切り勝ちというものだった。翌年から、玉さんは、第七方針優と改名され、騎手も、所属旧者の主戦騎手、上田道夫に変わる子になった。4歳となった1954年3月に復帰。二着に、 大佐、十馬身以上をつけて逃げ切り勝ちを収め、この頃より、褐色の弾丸列車という異名が観され始める。四歳クラシックス初戦、サツキ賞を見据えての登場戦でも、大佐勝ちを収めた。なお、この二戦の公式記録は、大佐であるが、山野光一著、栄光の名馬によれば、それぞれの記阜は十五馬身、二十四馬身とされる。4月18日、 10戦10勝の成績で、さつき賞を迎えた。ここにおいて、三歳王者戦、朝日坂月三歳ステークスや、前哨戦のスプリングステークスを含め17戦14勝、目下11連勝中の高尾との初対戦となる。前夜から降雨があり、当日の馬場状態は不良となった中、高尾一番人気、第七方子優二番人気の順となったが、両馬とも、 十0馬場は苦にしないと見られ単焦の売上表数は四千4 7 9九対四千六百六十八と差だった。スタートが切られると、第七方死ゆが、常の通り戦闘を奪い、道中は後続を引き離しての逃げを打つ。第三コーナーから、最終コーナーにかけてその差は一時詰まったが、最後の直線に入ると第七方死ゆは、再び後続を突き放し、日着旺盛に八馬審査を、 つけての優勝を果たした。道中、足元の悪さに何度もバランスを崩した、同馬に起乗した、高橋秀夫の子という高尾は四着に敗れて、連勝を十一で止め、第七方師優がこれに並ぶ無敗の十一連勝を達成した。これは、当時の国営競馬の前身、日本競馬会時代を含めると、栗藤、とさみどウィザートに並ぶ、最多連勝の大記録であった。 5月5日には、東京優秀、日本ダービーへのトライアル競争、NHK 杯へ出走。1番人気に押された第7報酬に対し、高尾は人気を落として3番人気となったが、第7報酬優は、スタートで出遅れて逃げることができず、終始行為でレースを進めた高尾が勝利。第7報酬優は2着、峰正にも半馬身遅れての3着と敗れ、高尾に続き、 全勝を11で止めた。5月23日、日本ダービーを迎える。全走で敗れたものの、第7報酬優は49.5%という、支持率で1番人気に押され、高尾が2番人気で、これに続いた。馬場状態はややえだったが、前座の競争では、両馬場よりも4から5秒のタイムがかかる、荒れた状態であった。当時は、 バリアーという遮蔽テープの後ろに全馬が整列し、テープが跳ね上がると同時にスタートという方式が取られていた。本競争のスタートが切られた瞬間、第七方子優の右隣にいたブリンクヒルが同じく左隣にいた誉れ王と接触するほど、急激に横とし、やや立ち遅れ気味だった第七宝衆は左右から挟まれる形となり、大きく出遅れた。道中は各馬が 状態の悪い馬場内側を避け、外目を走っていく中、上が第七方子優は、荒れた内側を通って先段に進出していき、最終コーナーから先頭に立った。最後の直線では逃げ粘りを図ったが、半ばで失速して、高尾にかわされ、さらに銅馬をかわして優勝した、ゴールデンウェーブから約5馬審査の4着と敗れた。高尾は2着であった。その後は、休養に入り、 9月に復帰して、初戦のオープン競争で勝ちしたが、続く、京都坂月、オープン競争の2戦は、いずれも日本ダービー3着の、ミネマに敗れた。しかし、クラシック3冠最終戦、菊花賞への前哨戦として臨んだ、神戸坂月では、6 4ラムの金量を追いながらも逃げ切りでの勝利を挙げ、同23日に菊花賞を迎えた。当日は、 ミネマサが一番人気となったが、レースでは、第七宝子優が後続を大きく離しての逃げから、そのままゴールまで押し切り、ミネマサに6馬審査をつけて、クラシック2冠を制した。この競争で4着となった高尾とは、これが最後の対戦となった。年末には、オープン競争を制し、当年の出走を終える。当年継修者が始めた、中央競馬の年度表彰において、 第七法師優は、最良4歳母馬に選出された。また、第七法師優と高尾の活躍により、飯原農場は生産者成績で、第一位となっている。5歳となった1955年は、年頭からオープン競争に連勝したが、天皇賞、春を前に出走した3戦目では3着と敗れる。この競争後、屈建園のため休養に入った。なお、 第七報酬が回避した天皇賞は高尾がレコードタイムで優勝している。9月に復帰し、初戦のオープン競争では 66kg を追いながら2着に5馬審査をつけて勝利。続く京都記念では 65kg を追い、2200m を2分16秒4の日本レコードタイムで制した。後天皇賞、秋に備えて登場し、 前哨戦として臨んだオープン競争、2000メートルを2分2秒2で駆け抜け、2000連続のレコード勝利を挙げた。なお、前者のレコードは1965年までコースレコードとして、後舎は1963年に大和兄弟に破られるまで保持された。三連勝の成績で天皇賞を迎えたが、回避も視野に入っていたほど、脚部の状態は芳しくなく、 最終調教はごく軽いものであった。レースでは逃げ粘りつつも、最後の直線で、一旦、ファイナルスコアにかわされたが、これを再び差し返しての優勝を果たした。上田道夫は後に、あれは、鼻の差だったが、私はかったという自信があった。それよりも足の方が心配だったと述べている。天皇賞制覇の後、脚部不安と負担重量の増加を嫌い。 翌1956年秋まで約1年にわたって休養する。しかし当年、出走馬をファン投票で決めるオールスター競争、中山グランプリが新設される子が決まり、これを目標として復帰。6 7ラムを追っての復帰初戦、続く阪神大賞典と連勝した。中山グランプリのファン投票において第七報酬は10位以内に入らず、 推薦による出走となったが、七頭の八、大競争優勝馬が顔を揃えた中で、当日の人気では、明治光に次ぐ二番人気となった。しかし競争前から脚部に異常の兆候が見られており、レース中の交渉面で故障を発生。四本の足のうち三本までがいけなかった、上田という状態で十二頭立ての十一着に終わり、これを最後として、競争生活から退いた。 競争馬引退後は、日本中央競馬会に買い上げられて種ボ馬となった。競争成績の良さを買われて、当初は多くの後輩相手を集めたものの、地方競馬の重賞勝利馬を数頭出した、程度を下記に終わった。1966年まで種ボ馬として競され、その後は日高育成牧場で若駒の追い運動を補助する役を務めた後、札幌の大学馬術部に移った。 1973年には全国学生馬術選手権出場のため、かつて競争馬として走った阪神競馬場にも姿を見せた。それから間もなく、熊本県の大津農業高等学校に寄贈され、1974年1月に同地で死亡したと伝えられる。24歳没。寄贈した上田道夫は、あの小さな体でよく走った。 第七報酬の良さはスピードにあった。と評している。評論家の山野光一は、栄光の名馬、1976年間において、タイトルの数、勝率、持ちタイム、過酷な負担重量の克服といった、諸要素から鑑みて、戦後日本の代表的な競争馬だと言える。少なくとも新山、時のミのる、セントライト、栗士の四巨星に次ぐ馬として第七報酬は、 スピードシンボリ、トサミドリ、白チカラと並ぶべき馬であろうと述べている。日本中央競馬会の広報誌、優秀が2000年に選出した20世紀のベストホース、102名を連ねたほか、同志が2004年に指揮者投票で選んだ年代別代表馬という企画においては、1950年代で時のミノル、白チカラに次ぐ3位となっている。なお、で、 山野が名を挙げた馬は、1984年に JRA 検証馬制度が創設されてからすべて電動入りしているが、第七法師優はそうならなかった。候補には挙げられたが、選考委員の一人が、馬品に欠けると述べたことで戦外になったという。場所の上田誠二郎は、落選に激怒していたといい、第七法師優に深く傾倒していた、詩人、島直とも、 天下一品の流れるようなリズムで、どこまでも、先頭を切って走る美しい姿こそ、サラブレッドの極みではないかと、普段の選考委員のことに反論を加えている。地方競馬重賞賞リバー。父は前日の通り天皇賞の優勝馬。第七師優と高尾が活躍した1954年と55年には、それぞれ主母馬ランキングで4、5位の成績を残した。母、白霊は、 出走。第七宝子優の、アネーゾレイザン、繁殖名、レイザンは14章を挙げている。祖母、シルバーバットンを外する、メス系、シルバーバットン系は、日本で最も古いものの人であり、第七宝子優を、日本ダービーで破った、ゴールデンウェーブや、第七宝子優と、同じく11連勝の記録を持つウィザートも同じ、メス系に属する。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。